ちら JK6034 プロテクトウィンタージャケットですね。これも JK603 というジャケットの、アップグレードのモデルになります。はい、この商品は、もうコミネのウィンタージャケットでは一番そのコスパがいいんじゃないかというふうに言われているモデルですね。なぜなら、この600デニールの強い生地を使ったジャケットで、取り外しできる保温インナーがついています。防水性あります。肩肘こちらに関しては C レベル2のソフトプロテクター装備しています。胸部にはコミネのオリジナルのチェストプロテクター、はい、男性用レディースサイズそれぞれあります。背中は EVA のプロテクターが入っています。というところで、まあ、全部込み込みのものとしてはかなりリーズナブルな価格を維持しているショートタイプのウィンタージャケットになりますので、はい、ご承知おきいただければなと思います。はい、カラバリに関してはこれブラックレッドですね。はい、でブラック、バサルトグレー、オリーブという4色展開になりますのでご承知おきお願いいたします。はい、はい、これ脱いだところですね。はい、これさっき入れてなかったかもしれないですけど、こちら両肩にプラスチックのエンブレムが新たにつきます。このエンブレムは日本古来の模様である三つどもえをイメージしたコミネのロゴになりますね。まあ、プラスチックのマットとグロスのサーフェスを組み合わせた質感の高いロゴになってますので、はい、一度ご覧いただければなと思います。はい、こちらは、リフレクターのスリットが入ってまして、背中もリフレクターのロゴが入っています。ちょっとおとなしいんですけどね。はい、日本では大変人気のジャケットになります。はい、で、はい、背中じゃないですね、インナーは取り外しできるようになっています。これこれ他にもいろいろ対応ジャケットあるんですけど、このベルクロとかですね、コミネの EK101 っていう電熱ベストが装備できるような仕様になっています。はい、でこれを取っていただくと、これは取り外し可能な保温インナーがついています。でアウターの方は表地と裏地のメッシュがあります。その内側に防水層が入っているので、その防水層があるおかげで、はい、防水ジャケットとして機能するというところですね。はい、でボトムのところにはコミネのロゴが入ったオリジナルのバックルが、調整バックルがありますという、はい、リーズナブルなんですけど細部にはこだわった作りの JK6034 ウィンタージャケットですね。はい、人気のジャケットになりますのでご承知おきお願いいたします。はい、ありがとうございます。